皆さん、こんにちは。コーヒークラフトのルシア T& です。えー、今日ですね、えー、レザークラフト CAD のバージョン1.1.5というのをリリースしましたので、えー、お知らせいたします。えー、変更点はですね、えー、3つになります。まず一つがですね、えー、とこの目印機能ですね。えー、とこれちょっと英語になってるんで、日本語にしますけれど、よいしょ。えー、とこの距離目印機能ですね。 これどういう機能かご存じない方のためにちょっとだけ紹介しておきますけれどもある選んだ地点から指定した距離のところにマークしてくれる機能ですね、まあ、あのマウスの場所によってこっちかこっちかって選んで最終的にクリックして決めるんですけれどもこれがですねこれまでは直線とか曲線とかの交点とか先端の点からしか えーとマークでできなかったんですね例えばね目打ちのとこから 1mm 上に置きたいとかドットを置いたところから 3mm のところとかいうふうにやりたくてもできなかったんですねでそれを可能にしましたというのが今回の1点目ですねはい、えー、まあどんな感じかというと、えー、例えばですねこの目打ちの 1mm こっち側に置きたいっていうふうにえ思った時にですね、えー、今まではですね直接ここから 1>, 1ミリのところにマークすることができなかったんで、まあ、ちょっとここに直線を足してあげてみたいなことをしてたんですけれども、今回からですね、えーと、ここを選んで、もう直接ですね、ここから、えーとまあ、1ミリだったんだ。ここを1ミリに変えてあげると。はい。1ミリ、えー、こっち側に引いてあげたいというふうなことができるようになりました。まあ、同じようにですね、こっちも、えー、こっから1ミリ、こっち。 みたいな感じで、まああの。パスケースを作ったりするときに、えーまあ、こんな感じに使いたいときありますよね。縫い穴の、えー、1ミリこっちみたいな。そういうときに、えー、使える機能ということになります。はい。というわけで、えー、使ってみてください。えー、2点目がですね、えー、図形の選択の方式がですね、ちょっと変わりました。えー、と例えばですね、えー、ここに、ここに、えー、っと、よいしょ、ちょっとコピペしますね。ここに、 まあこんな感じで気がついてはいなかったんだけど2つ同じものがこう書かれちゃってるっていう時がたまにあるじゃないですか。でその時にこう単純にクリックしちゃうとですね以前のバージョンはここにある下のものも含めて全部あの選択しちゃってたんですね。えっとそれだと1個選んで削除したくってもあのいつも選択2つされちゃうんで削除できないですよね。 で実はまあコントロールをしながらあの選ぶと1個だけ選べるっていうあの機能はあったんですけれども、まあ、なかなかご存知じゃない方があのたくさんいたと思うんです。でどっっちかかというとやっぱり逆かなと 何も押してないときは1個だけ選ばれるのが普通じゃないかなと思うんで、今回からですね、何も押してないときは1個だけ選んで、でコントロールもしくはシフトを押したときは2つとも選ぶというふうに仕様を変更しました。というわけでですね、今回のバージョンから2つこう重なっちゃってるものでも簡単にです、ね、分離できるということになります。はい、こんな感じでですね、はい、活用してみてください。 えと最後はですね、これ Mac 版だけなんですけれども、えー、と寸法線ですね。寸法線の機能が Mac 版の前のバージョン1.1.3でですね、ちょっと動かなくなっちゃっていたんで、えー、とこれを修正しましたと。寸法線選んで、えー、と例えばここからここまでってな感じですね。はい。まあ、こんな感じで、えー、と寸法線簡単に書く機能があったんですけれども、あったんだけども、機能してなかったということで、えー、これをですね、直しました。はい。 という3点になります。はい。ぜひぜひダウンロードしてみてください。はい。今回の動画は以上になります。えー、今回も最後までご視聴ありがとうございました。えー、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。